はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もご視聴くださいましてありがとうございます。本日2022年12月1日に収録しております。今年も12月に入りました。今日は間もなく私たち一般が投票できる投票日締め切り12月4日近づいてまいりましたが、日刊スポーツ映画大賞、今年から新たに制定されましたオールタイムベスト、今までの過去の作品賞を取った全ての作品の中から、まあ、今回一つ選びましょうということですので、まあ言うたら今までで、まあ、一番私たちが感動した作品は何ですかということだと思うんですけども、その中に、エントリーの中に、2013年12月に、公開されました永遠のゼロが入っておりましたので、確か11月の10日か11日ぐらいに、どうか今回新たに制定されましたオールタイムベストに永遠のゼロが入ってて、簡単な会員登録をしたら1日1回投票できますので、今年はみんなで投票しましょうと呼びかける動画をアップさせていただきました。で、昨年は、最高作品賞、最高演技賞が、この天柄門、そして最高演技賞三浦春馬さん、また呼びかけさせていただいて、皆さんと毎日投票させていただいて、なんと見事に、受賞できた、喜びなんかから、もうあれから1年近く経ったんですねという動画をアップさせていただいたんですが、この締め切りが12月4日に近づいてまいりまして、で、何回か中間発表というのがあって、11月23日に3回目の中間発表、そして昨日11月30日に4回目、まあ、おそらくこれが最後の中間発表になるのではないかなと思ったんですが、その中間発表がありまして、現時点での、オールタイムベストのベスト10が発表されまして、そしてまたこの1位に嬉しいことに永遠のゼロが入っていまして、で2位が流浪に剣心、この2作が、3位以降を引き離して、ということが書いてあったので、おそらくこの永遠のゼロと流浪に剣心の一騎打ち、みたいな形になってると、昨日の中間発表を見て思いましたので、今日から、1日2日3日4日、今日から4回、しか、まあ、残すところ投票1日1回できないんですけども、これはもうちょっと今日すぐに呼びかけさせていただいて、皆さんと一緒に、また残り4日になりますけども、毎日投票して、絶対に今回永遠のゼロが、このオールタイムベスト、今までの日本映画の過去作品の中でナンバーワンの作品に絶対にしたいなと思って、今日はお伝えしたいなと思って今収録しておりますので、お付き合いください。よろしくお願いいたします。で、早速なんですが、昨日のニュース、日刊スポーツニュースでそれがちょっと中間発表がされてまして、ちょっと紹介させていただきますと、日刊スポーツ映画大賞石原裕次郎賞でファンが参加する賞の特別企画オールタイムベストの4回目の中間結果が30日11月30日まとまったということで、ベスト10が発表されているんですけれども、1位が永遠のゼロ、2位が流浪に剣心、3位が新聞記者、4位が燃えよ剣、5位が千と千尋の神隠し、6位が罪の声、7位が劇場版鬼滅の刃無限列車編、8位がドライブマイカー、そして8位、同率8位、オールウェイズ3丁目の夕日、そして10位がクライマーズハイと、あります。他にも大好きな作品もありますし、そうじゃない作品も紛れ込んでおりますが、まあ、それも、脱線しないようにします。オールタイムベストは過去の作品賞と石原裕次郎賞計68作品の中からベストの1作品を投票で選ぶ、23日に発表した3回目の中間発表から7位までの順位は変動がなかった。その中、永遠のゼロと流浪に剣心の2強が票数を順調に伸ばし、3位の新聞記者との差は開いた。で、あと、まあちょっといいか、ちょっと書いてあるんですが、
要するに、3回目から4回目の中間発表では1位から7位まではもう順位は変わらず、で特に1位の永遠のゼロ、そして2位のルローニ剣心、この2作品が票を伸ばして、3位の新聞記者と間を離したということですので、これを、解釈させていただきますと、1位の永遠のゼロ、もう2位のルローニ剣心に、絞られたと取らせていただいてもいいと思います。で、永遠のゼロは先ほど言いましたように、百田直樹さんの2006年やったかな、書かれました、もう大ベストセラーになりました。でこの、映画と特に小説のこの素晴らしさ、そして素晴らしくて本当に感動するだけではなくて、去年が戦後76年、今年戦後77年になりますけども、おそらくこの永遠のゼロという作品が、この日本が日本で荒れたら日本であるために、そのために、この一つ将来から、素晴らしい国として日本が残って振り返った時に、この小説、そしてまた映画もその後に加わってくると思うんですけども、これが大きく方向を分けた分水嶺ではないかっていう動画を昨年の8月にアップさせていただいております。そちらの方ではこの小説永遠のゼロがいかに素晴らしい作品かということを熱く語っておりますので、またこの動画の概要欄とコメント欄にこの日刊スポーツ映画大賞の公式のサイトのアドレスとともに貼り付けておきますので、お時間があるときにぜひ見ていただけたらありがたいなと思っております。で、この空前のベストセラー500万部600万部とも言われているこの永遠のゼロですので、もう読まれた方、お持ちになっている方多いと思うんですけども、逆に映画永遠のゼロを見られて感動されて、まだこの小説を読まれてない方も結構たくさんおられると思うので、ぜひね、この小説は日本人として絶対に読んでいただきたい小説やと思いますので、読んでいただきたいですし、今日はあまりこの小説の方に時間を取るとまた話が長くなるので、ぜひ昨年の8月、1年以上前なんですけども、この小説永遠のゼロについて熱く語っておりますので、そちらの方の動画も見ていただけたらと思っております。で1位が永遠のゼロ、2位がルローニ剣心で、ルローニ剣心に関してはルローニ剣心としか書いてないので、1作目のルローニ剣心に、皆さん集中して投票されてるのかなと思います。ルローニ剣心がルローニ剣心、京都大会編伝説の最後編、そして最終章のファイナルビギニングと、5作品上映されてると思うんですけど、もちろんルローニ剣心も私も大好きなんですが、今回はやっぱりオールタイムベスト、今年初めて制定されました今まででどの作品に一番感動したかというこの賞に関してはちょっと譲ることはできへんので、今ありがたいことに1位をキープしてます永遠のゼロ、改めて投票毎日皆さんされてると思うんですけども、残すところ4日間、しっかりと投票していただきたいですし、まだこのことを知られなかった方が今日の動画を見られて知られる方もらえると思うんですけども、簡単に会員登録できますので、無料で、会員登録今日していただいて、今日から残る、1日2日3日4日、あと4回しか投票、1日1回です。何回もすると無効になるかもしれませんので、ご注意いただきたいと思ってるんですけども、1日1回、ぜひこの永遠のゼロに投票していただきたいなと思っております。アカデミー、最優秀作品賞も取りましたし、監督が山崎隆監督、もちろん原作はこの百田直樹さんの永遠の、ゼロで、主演が岡田准一さん、宮部久造特攻隊員を演じられました岡田准一さん、もう本当に岡田准一さん以外にやっぱり今思ってもちょっと他の人では考えられない、もう岡田准一さんでしか演じられなかった役やと思いますし、その お孫さんの役を演じておられるのが、若き日の三浦春馬さん、です。佐伯健太郎を演じておられます。このまた春馬さんが演じておられる佐伯健太郎が本当に現代っ子なんですけども、そのおばあちゃんが亡くなった後、
自分がおじいちゃんと思ってた方とそのあたりのことを調べる中でいろんな元特攻隊員の方をこう訪ねて行かれてものすごく批判的なことを、言う人も いたらあの素晴らしい方おられへんかったといういろんなこの方と出会う中で、もう本当にもう今を代表する現代子のようなこの佐伯健太郎さんが今からまだもう70年ぐらい前の出来事をなんか知り、そしてまた自分のおじいちゃんがどんな思いで生き、そして散っていかれたかっていうことを、まあ、気づいていかれる本当にあの三浦春馬さんの演技も本当に素晴らしい作品です。だからこのあたりあの時が公開が2013年ですので撮影時はおそらく21歳22歳ぐらいでなかったかなと思ってるんですけども本当にあのもう子役時代から素晴らしい演技をたくさん残しておられますが、三浦春馬さんにとりましてもこの永遠のゼロっていうものが本当に大きなまた、役者として本当に演技派になっていかれる大きなあの起点になったのではないかなと思ったりしています。どうか残すところあと4日になりましたが、絶対に、この今回の日刊スポーツ映画大賞昨年も皆さんと一緒に、中間発表を発表せんでええー、のにこのこんなんしたらひっくり返されるやんかって言いながらもまあ皆さんで頑張って、受賞することができて、こんなに大きく日刊スポーツに記事として載せていただいたことを、まあ、あのなんかすごくね1年前のことなんですけど、すごい喜びがまだ残ってるんですが今年も絶対に年末に発表されると思ってるんですけども、年末の発表で、今回新たに制定されましたオールタイムベスト1位堂々と永遠のゼロが、選ばれまして、この永遠のゼロは本当にその三浦春馬さんの素晴らしい演技をまたたくさんの方に知っていただくという意味でもあのすごく意味がありますし、また作品として、まあ、本当にあの世界の情勢を見てももう来年2023年、今年よりさらに日本を取り巻く状況っていうものはかなり厳しいものになっていくと思うんですけども、その時に私たち国民一人一人が、どういう考えを持つ、どういうふうにしてこの国を守っていく、この国を愛し、この国を守っていく、そういう気持ちを持つことがすごく大事だと思いますので、そういった意味では、今年の年末にオールタイムベスト、今までの素晴らしい日本映画がたくさんあった、その中でも1位が永遠のゼロになるということはものすごく大きな意味があると思いますので、絶対に今年はこのオールタイムベスト永遠のゼロを受賞し、そしてまた国を愛し、国を愛する、その国を守るためにどういうふうにその、まあ、このゼロ戦のパイロットたちは亡くなっていかれた方4000数百人の方が尊い命を散らしていかれましたけども、それをもう一度また皆さんの間で語り会う機会を持てるのではないかなと思っております。で、昨年の動画でも私は強く言うてるんですけども、一部この小説永遠のゼロ、また永遠の、映画永遠のゼロがその右翼小説右翼映画、戦争を来賛してる特攻隊を、来賛してる映画のように言う方が一部おられるんですが、とんでもないんです。実はこれは何にもあの戦争を来賛するなんていうものでも何でもないし、またこの小説をしっかり読んでいただいたらわかるんですけども、この中でも、この特攻隊なんていう、もう本当にとんでもないことを、攻撃の仕方を考えられた方を、ちゃんとこの中で批判してるんですが、しかし、それに選ばれて、この国のために、自分の命で国のためにっていうことで散っていかれた、その一人一人の特攻隊員のお心を私たちは、本当に大切な思いで考えるということと、それを別でちゃんと書いておられるので、今回、オールタイムベストに A のゼロが選ばれ、もちろん映画も見返していただきたいですし、この百田尚樹さんの永遠のゼロっていうこの小説をしっかりともう一回皆さんになんか読み返していただきたいなっていう思いもなんか今日はすごく湧き上がってきております。で、今年は私も尊敬しておりました、元首相安倍さんが暗殺されました。
で、百田さんが語っておられる中で知ったんですけども、百田さんはその後、安倍さんとも親しくなられたそうなんですけども、安倍元首相が、百田さんのことをまだ何の面識もない時に、この永遠のゼロを読まれて、本当に、涙され、感動され、そして何十冊も自分で、この小説をお求めになられて、親しい人に、これは本当に素晴らしい小説やから、読んでね、ということで、自分の親しい人たちに、この永遠のゼロを自分で買い求めて、何十冊の、まあ、プレゼントを献本しておられたということを、その後知って、百田さんも感動されたっていう話を、ご自身のなんかお話しされているところから聞いたことがあるんですけども、今年はああいうことが起きて、本当にまた、どっかで皆さんをなんかこう何かあった時はまた安倍さんがおられるからみたいなところがあったと思うんですけども、その安倍さんがもう日本にはおられません。その安倍さんが本当に愛し感動し、また自分の大切な人たちに本当に一冊一冊プレゼントされました。この小説永遠のゼロ、そしてまたこの小説永遠のゼロを原作とした映画永遠のゼロが今一度、こういう形で素敵な話題に上がるということは、私はなんかこうちょっとまあとまきに安倍さんの、供養にもなんかつながっていくのではないかとさえ、思っております。昨日11月30日におそらく最後の中間発表になると思ってるんですけども、中間発表、オールタイムベスト、現在のベスト10が発表されまして、1位が永遠のゼロ、2位がルローニケンシン、この2作が、3位以降大きく引き離してっていう、中間結果でしたので、ここからまた皆さんと一緒に1日1回、投票させていただきまして、年末に発表されます日刊スポーツ映画大賞、このオールタイムベストには絶対に永遠のゼロが選ばれてほしいですし、これの永遠のゼロが選ばれているということで、またまあ日本製っていう本にもつながってくると思ってるんですけども、来年先ほど言いましたようにさらにちょっと厳しい状況になっていく、この日本2023年の中で、愛国国を愛するっていうことをなんか皆さんと一緒にまた考えていくきっかけにさせていただきたいなと思っております。昨日から結構またね、この永遠のゼロを読み返したりしてるんですけど、もうなんかね、こう付箋をつけてるところを読み返してるだけでも、目頭が熱くなってきたんですが、その愛国に関して、これがね、佐伯健太郎が伊藤さんを訪ねて、伊藤さんが語ってるところやと思うんですけど、ちょっとそこだけ最後に紹介させていただきます。国のために命を捨てるのは日本人だけではありません。我々は天皇陛下のためという大義名分がありました。しかし、アメリカ人は大統領のために命は捨てられないでしょう。では、彼らは何のために戦ったのか。それは真に国のためだったということではないでしょうか。そして実は、我々日本人もまた天皇陛下のために命を懸けて戦ったのではありません。それはやはり、愛国の精神なのですと、伊藤さんが語っておられます。昨日中間発表が出ましたけども、今年の日刊スポーツ映画大賞、オールタイムベスト、過去の素晴らしい作品の中でナンバーワンの作品に、絶対に永遠のゼロが選ばれて、そして年末にまた皆さんと、それを共に喜ぶことができるようにしたいなと思っておりますので、12月4日の締め切りまで今日からあと4日、1日1回の投票、皆さんと一緒に頑張っていきたいなと思っております。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。よかった君と出会えたから。